四国の天皇陛下には靖国神社臨時大祭に行幸を仰せいだされ、10月18日秋雨に等しを神言の木に投げる靖国の社頭に路傍を進めさせたまい、五国の英霊に親しくご拝あらせられました。ご心配の時刻午前10時15分には全国津々浦々民一億の敬虔なる黙祷が捧げられました。かくて10時20分賢くも天皇陛下には筑前玉砂利にぬかづく遺族にご会釈を賜りつつ、天気麗しく観光をあらせられました。これより先悲しくも尊く講和大業の礎と散った五国の英霊15,013柱を震災神と仰ぐ秋の大祭第一日、陸海軍将兵は銃剣を捧げて戦友の霊に祈り、一子報告の誠を誓いました。今こそ神と仰ぐ我が子我が父我が夫に対面できる嬉しさ、中には半島同胞の忠勇を物語る姿も見受けられ、孫と国を挙げての誠意でありました。三笠宮高仁親王殿下にはお喜びのご婚儀を10月22日に控えさせられた16日、賢くも一学生として陸軍大学校の騎馬演習にご参加、滝草茂る相模野に駒を進めさせられました。班長としてのご指揮ぶりも凛々しく、夜をついて相模野にご相場をいたわらせられながら、実に100キロにわたって一睡も遊ばされず行幸軍を続けさせられ、17日仏業ご帰着あらせられました。錦糸玉葉の恩名をもって高等傭兵のご就学に加え、各も武道ご修練のほど対するも賢く引き網であります。南方情勢が一段と緊張を加えつつある折から、ここ台湾においても志願兵制度実施を目前に控え、日本帝国臣民としての自覚と感激に燃え立つ本島青年たちが黙々として鍛錬に勤しんでおります。この金曜報告隊台北訓練場、このほど長谷川台湾総督が親しく訪問、勇壮活発なる分裂行進教練私閲の後、力強き訓示を与えて一同を激励、多大の感銘を与えました。ここは武者から3里余りの山奥、海抜4000フィートの高地における隊員の勤労奉仕、山間道路建設作業であります。虎御前と呼ばれる日本女性鮫島清美さんが仏印20年の惜しい働きぶりを誇っています。ここは南仏印安南とラオスの国境、虎が住むという海抜1000メートルの深山。鮫島さんはフランス人ローム氏の未亡人で、未開野蛮の森族や安南人を使ってのコーヒー園経営です。今や幸運平和進駐のもと、他年の労苦も報いられて南進女性の気を吐いています。深き奈良市の源頭に10月14日都下23大学7000の学徒を動員して白豪部隊の第1回野外連合演習が行われました。臨戦態勢下、ペンを銃剣に変えて突き進む息も鋭く、戦車飛行機を加えての立体的機械化攻防戦に若き学徒の血は沸き立ち、実戦さながらの壮烈さ、見事な成績でありました。
我が加藤公平部隊の有志は敵弾雨飛の艦をものともせず新生姜に敵前架橋を行いました。ある我が精鋭は軍歌も高らかに反撃の敵撃滅の相当につき進撃また進撃多大の戦果を収めました。第三次近衛内閣は複雑重大なる国際政局に対処すべく鋭意努力を傾けておりましたが、10月16日突如総辞職を決行。同夜この旨伊藤情報局総裁より発表されました。超えて17日隊名は東条陸軍大臣に下りました。改名を廃した東条中将は陸軍大臣官邸に入り、国王組閣本部として電撃組閣に取り掛かり、夜を徹して折衝を続けました。かくて18日午後、閣員名簿を法廷新任式を終わり、午後5時半首相官邸で初閣議を開催。星野内閣書記官長、寺島逓信兼鉄道大臣、岸商工大臣、島田海軍大臣、加谷大蔵大臣、東郷外務兼宅務大臣、東条内閣総理大臣兼内務大臣兼陸軍大臣、ここに東条大将を主犯とする臨戦協力内閣は成立。初閣議後の記念撮影を終わって東条新首相は次のごとくその決意を内外に鮮明いたしました。今や未曽有の重大世局に臨む政府は、いよいよ明法との抗議を加藤し、うちますます国防国家体制を完備し、ニーズのもと諸国一体政業の達成に邁進せんことを期す終わり。